親しく一つになるという意味の和親合一を掲げたのは六代目山口組です。対立する神戸山口組は市政一貫、最後まで誠意を貫くという意味です。絆会はいつでも戦場にいる心構えであれと常在戦場を掲げました。暴力団にとって指針とはどのようなものなのか、内情に詳しい元暴力団組長の竹垣悟さんは、この指針いうのは親方の気持ちを表しとうだけで、組員である若い衆がどこまで理解するかやな。これらの指針は前の年を反映させたものになることが多いといいます。今年は神戸山口組側の幹部の自宅に車が突っ込み、絆会の小田会長の自宅が襲撃されるなど多くの事件がありました。今年はいつもの年より激しかったような感じがするけど、神戸山口組が弱体化していくような中で、やはり六代目は攻勢かけていかなあかん思って攻めていくんやろな。こうした一年を踏まえて掲げられた指針の狙いとは。来年の六代目山口組の和親合一、分裂騒動に肩をつけるべく組員は団結してことに当たるやろな。早いこと終わらせたいいうのがこの和親合一。一方、神戸山口組をめぐって今年複数の幹部が脱退、立ち上げの中心メンバーだった教友会の寺岡会長は昨日解散届を兵庫県警に出したという情報も。そこで神戸山口組、神戸山口組井上邦夫組長、自分が信頼しとるもんにことごとく裏切られてるわな。最後まで男の誠を貫こうと、というのは神戸山口組の中で裏切りはなしやでいうことやろな。絆会については、絆会はいつでも戦う姿勢でおるよと世間一般に対するアピールやると思うわ。一方で捜査関係者は新年度の指針について、ただのかっこつけ、儀式が好きだからやっているだけ、興味はないと話します。六代目側の構成一方よ、神戸山口組も池田組もまた絆会も、その自分の組織から六代目山口組に攻撃するような気持ちもさらさらないと思うわ。構想が継続しとう限り一般人への危害いうのは考えなあかんわな。それはどこへ弾飛んでいくか分からへん。